スティーブ・デイカスは、アメリカ合衆国出身の実業家、米国公認会計士、マスター・フーズ社長、ファーストリテリングシニア・バイス・プレジデント、声優最高経営責任者兼ウォル・マート、ジャパン・ホールディングス最高経営責任者、スシロー・グローバル・ホールディングス会長等を歴任した。カリフォルニア州生まれ、1983年サンディエゴ州立大学、卒業。 ノースロップエアクラフト入社。米国公認会計士であり、クーパースライブランドを経て、1994年マース入社。2001年マスターフーズプレジデント。2005年からファーストリテイリングシニアバイスプレジデントを務め、海外ユニクロ事業を担当した。2007年ウォルマートシニアバイスプレジデント。2010年声優仕様兼ウォルマート。 ジャパンホールディングスエグゼクティブバイスプレジデント。2011年から、声優 CEO 兼ウォルマーとジャパンホールディングス、CEO を務め、厳しい経営環境が続く中、6期連続の増収増益を実現した。2016年スシローグローバルホールディングス、代表取締役会長兼スシロー、USA マネージャー。 2018年ペルミラアドバイザーズシニアアドバイザー。日本経団連理事なども務めた。A.B. 声優 CEO スティーブ・デイカスさん新 PB じっくり進化日経メッセハット A.B. 声優 CEO にデカス氏のダッシュはタイニ日本経済新聞2011年6月20日付 A.B.C.D.E.F. 3563 スシローグローバル HD 低声優歌唱券届けで初2017年3月21日15時声優 CEO 兼ウォルマートジャパンホールディングス CEO スティーブ・デイカス店舗数 M&A 総在ネットスーパーいよいよ拡大路線に舵を切るダイヤモンドオンライン 2011.1014AB スティーブ・デイカスペルミラーアドバイザーズ新トップ声優の新 CEO 上書き打ちし、7期連続の増収増益に全力差別化できる産経ビズ。ありがとうございます。